どうも、こなまるです。きーたろです。我らが大好き宮脇さくらのビジュアル変貌。もう我々はね、ほんと何度も細かく言ってるけど、48のほんとデビューの時から知ってますから、ちょっと熱く語りたいっていうかね、レセラフィムの動きがなんだかんだ5月って噂があってさ、そう、まだまだなんですよ。そう、もう待ち遠しくてしょうがないもんね。そう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 。なんかそうなるとさ、よくオタクあるあるなんだけど、やっぱあの過去のやつめっちゃ調べて、なんか振り返ったりしたくなるみたいな、あるじゃないですか。わかる。まあ、新しい供給がないからね。まあ皆さんもそうかなと思いまして、今日はさくらの14歳から23歳までのビジュアルをね、見てって、ああだこうだよという感じでございます。イェーイ。まあ結構ね、ちゃんといくつか追ってるからね、エピソードもね、いろいろあるかなと思ってね。先に、48期から、じゃあこちらです。まあちょっとさ、一番左が特殊に若いっていう、もう。そうだね。これはもう、総選挙で初めてランクインした時だね。だから14歳なんだよね、この時の写真が。うんうん。いやもう若い。若いし、あの、総選挙でランクイン自体は、HKT で一人だけだったよね、確か。そう、そうだね、2012年、そうだね。で、しかもまだデビュー前で撮ったっていうのがすごいって言われてたんだよね、その時は。そう、まあ別に、まあ人気メンバーではすでにあっただろうけど、やっぱ一番プッシュされてるわけでもなくて、ハルッピがね、センターだったから、なんかハルッピがランクインするだろうって言われてたところで、ハルッピがランクインせずにまさかのさくらがランクインで、もここはもうビッグニュースだったよね。やっぱなんかあれだよね、オタクの心をつかむのがうまいみたいなのはもうこの時からちょっとやっぱ一歩先行ってたんかな。うん、確かに確かに、それはあるね。なんかもう自己プロデュース能力っていうかね。え、この時から宮脇プロって言われてたんだっけ。あー、どうだろう、そこまでじゃないけど、なんかそのプロとは言われてないけど、そのあの懐かしのググタス、うちら何回も言うからね。そう、あのなんかよくわかんない SNS でなんかみんなね、そのブログっていうか、まあ、日記とかさ投稿してたけど、まあ、その時の文章力とかで割となんかおみたいな、なんかすごい文章を書く子がいるなみたいな感じでは見つかってきてはいたよね。若いね、何よりもやっぱり。いや、そう思う、あどけないよね。うん、普通にあどけない。で、左から2番目が、まあ、これはもうマジスカの4かな。ああ、そうだね、4だね。道を開けろよね。キュッ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 キュルー。うちらさくらの昔といえば大体この話するからね。そう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 。でもこの時がなんかあれかな、ちょっとずつ運営に48の前の方の選抜メンバーとしてみたいな感じの始まりあたり、ちょっとあんまり覚えてないんだけどさ。あー、でもそうだね、だってもうマジスカ4で主演だったから、もうそうだね、もう運営がもう押そうとして、うん、どんどん前に出てきた時かな。あれかな、選抜にまだ入ってなかったんだっけ。入ってたけど神セブンじゃなかったんだっけ。そうだね、まだ選抜には入ってはいたけどって感じかな。懐かしいね。いや、懐かしいよ。で、次が君はメロディー、ピンクのやつね、うん、もうここら辺から宮脇さくら推しのね、ブーストがどんどんかかり始めるんだよね、もう。そうそうそう、もう止まらないのよ、それがもう。ついに AKB48 のセンターになったからね。前田敦子さんいたよ。うん、そう、これはもう OG も、うん、OG も参加してたから、このシングルは。そうだよね、それを、まあ、MV だと大奥でさ従えるみたいな、さくらがセンターでって感じで、まあ、すごい図だよね、よく考えれば。すごい、だってさくらセンターで敦子と優子をサイドに置いてさくらがセンターだったからね。いやー、懐かしいね、うん、私はさ、もう君はメロディーって言ったらさやねえが1位っていうのもさ、なんかどうしてもほんとナンバーオタのさ悪いところが出ちゃうんだけど、そこの思い出をずっと噛みしめとるからさ。いや、わかるよ。それはね、それはね、紅白歌合戦のなんか総選挙みたいなやつだよね。そう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 。でもやっぱり、まあ、桜的にはもちろんね、大切なとこだよね。いや、そうだね。そしてね、この一番ミーアな、もはやもううちらがただこれを言いたいだけだよね、豆腐プロレスね。ビジュアルじゃないよ、もうこのエピソード言いたいだけ。そう、豆腐プロレスっていうワードを言いたいだけだよね。だってさ、アイドルやりたいって言ってプロレスやらされると思わないじゃん。そうね。ね、まあ、ちなみにちょっと補足すると、豆腐プロレスっていう、あの、なんか、うちわ乗りのドラマがあって、
うちはノリ、まあ、マジスカ学園みたいな感じでその一環で、そう、豆腐プロレスっていうドラマがあって、それの主演だったんだよね。ほんとここら辺はさ、さくら主演のドラマが48関連のドラマがもうほんと立て続けでさ、うん、マジスカもそうだし、キャバスカもあったし、うん、キャバスカとはキャバスカもあったしからの豆腐プロレスだったから全部さくら主演で、さくらすごい押されてるなっていうのがもうすごかったもんね。すごいよね。なんか確かにそう考えるとすごいよね。でもすごい押され具合で、でもなんかさくらってほんと可愛かったしね、しかもさ、その頭の良さももう分かってたじゃんみんな。でもなんかあと一歩な感じがあったっていうのもうちらはもう毎回言ってたじゃん。確かにちょっとなんか今一つみたいなとこ、今一つ爆発しきれないとこはあったよね。そう、なんかさくらが要因っていうよりはなんか日本じゃダメなんかなみたいな、なんかそういうさ漠然としたなんかがあったよね。うん、確かに確かに、なんかうん、ちょっとなんかいまいち弾ききれないモヤモヤ感はあったね。でね、そのそこからのね、次このプロデュース48期ね、ここね、もううちらが大好きだから、これあれさくらここだなってなったもんね。場所ここじゃんみたいな。そう、さくらの居場所ここだったみたいな。韓国語の記事で宮脇さくらセンターみたいな、なんかネイバーとかで出始めた時に、うん、あ、これじゃんって本当に本当に心から思ったよね。この頃さ、我々そのプリュシリーズがなんぞやと、あんまりなんか名前は聞いてはいたけど、あの実際見たことなかったからさ、あんまりよくわからず、けどなんかこのテーマ曲公開されてのもうさくらのこの可愛さっていうか絵の強さね。そう、いや感動的だったよねマジで。そう、なんかそれにまず驚いてもワクワクゾクゾクしたよね。ねえ、本当にこの本当この衝撃のおかげで私はプロデュースシリーズを全部見るっていう確かに確かに。太郎もね、もちろんシーズン2もね見てくれてね、その後ワナワンに行くっていうねうん、遡ったからね。いやー、これが全てのさくらの始まりよ本当に。いや、わかる。なんかこの曲公開されて、なんか最初にその YouTube で公開された時にすごい覚えてるんが、サッシーがツイートで宮脇さくらちゃん3000点って言ったんようーん、そうか、そっか、そんなこともあったっけ。そう、なんかそれが印象的だった。確かにもうほんとさくらすげえなってほんと思った。うん、いや、そうだね。で次が、まあ、晴れてデビュー、アイズワンとしてデビューして、アイズワン期ね、まあ、ここがもう皆さんが大好きなさくらさんですよ。うん、いや、なんかもうこれがこれぞさくらみたいなとこあるよね。いや本当に。でさ、まあ、そもそもあとは、まあ、一番左がね、一応順に言うとラビアンローズ、ビオレッタ、フィエスタ、パノラマね。うんうんうん、なんかアイズワンでただでさえもうさ、てか正直プリュ48からさくらどんどん垢抜けるなって思ってたけど、やっぱりこのアイズワン期見ていくと左から右へどんどんなんかすごいことになってるよね。いや、そうだね。なんかさ、そのパノラマ期のこのビジュアルがなんかもうパンチ強すぎて、アイズワン期ってずっとこのイメージだったんだけど、アイズワン期でもこんなに変わって出たんだと思ったらすごいびっくりした。懐かしい。なんか左側ちょっと若干まだ48にちょっと残ってるんよね。確かにそうだね。キももうもはや可愛いよさ、アイズワンキはもうすごいよ。いや、そうだね。でもラビアローズの時でショートだったんだね。うん、ボブというかね、そうそうそう、ショートボブ。ボブか。かわいい。でもさ、こうやって見ると、その株間のたびに髪の色全部違うね。あ、でもこれはもう K-POP アイドルのあれかな、宿命かな、宿命というか。いいね。でも、どれもかわいいし、どれも似合うし、毎回変えてたんだな、みたいな。さやねえんでさ、さやねえがさ、なんかアイズワンとして会った時に、もう、なんかすごい細く、なんか痩せてたか、なんか細くなってたみたいなこと言ってたんよ。あー、さくらと会った時に、アイズワンの時に。そうそう、久々にさくらに会った時に、そのメイクの感じとかヘアスタイルの違いもあると思うけど、単純に48からよりなんか、ダンスで絞られたっていう面もあるような気がする。その食事制限もあると思うけど、なんか言ってたんが、さくらが、アイズワンになってからダンスめっちゃやるじゃん、自然と腹筋ができたって言ってたんよ。あー、もう別に鍛えようと思って鍛えたわけじゃなくてってことね。だからそれを誰か聞いて正しい腹筋の使い方してるみたいなこと言ってたんよね。腹筋ってか正しいダンスの練習の仕方みたいな。あー、なるほどなるほど。もう過酷そうだもんね、確かにダンスとかね。ね、いやでもさ、さくらもさ、ダンスなんかどんどん上手にやっぱなってったからさ、なんかね、すごい本当に人ってこんなに成長するんだなっていう感じだよね。確かにね。いやー、すごい。いやー、よかったね。
やマジですっごい過酷だろうけどね、 K-POP アイドルって。いやでもほんとさくらは正解だったね。じゃあ次、惜しまれながらライズワン解散して戻ってきた48卒業から、まあ、一応この渡韓期っていうのが、まあ、最新のね、一応多分最新の、私が知ってる限り最新のさくら、この一番右がね、なんですよ。一番左の写真はさ、そのアイズワンのビジュアルで衣装は48っていうのがなんかいいのよ。わかる。なんか卒業ドレス特集もさ昔出したけどさ、やっぱこの時のさくら確かに本当いいとこ兼ね備えたもう集大成みたいなとこあるもんね。そうそうそう、そのアイズワンの衣装もめっちゃ好きなんだけど、やっぱこの卒業ドレスっていう特別な、なんかすごいバカでかいドレスみたいな表現もうさ、ふわふわがすごいドレスはやっぱりさ48の卒業みたいなのじゃないとなかなか着れないからさ。うん、確かにね、これはもう48の卒業の醍醐味だよね。でこの真ん中は一応投稿としては最新の投稿みたいなやつね、あの真ん中のインスタで、さくらの公式のインスタで上げてる、あのプロデュースしたメイクのね宣材写真なんだけど、そう一応ね投稿は最新のやつなの、これが。でこれのメイクのプロデュースしましたみたいな、メイク道具のプロデュースしました、皆さんのことは考えてない時はないですみたいな。あ、本当だ。ちょっと今インスタ見たけど、あ、これなん、これが最新なんだ。そうそうそう、これが一応最新の投稿で、はいはいはい、一番右は最新の多分画像かなっていう。あ、渡韓した時ね。そう、渡韓した時。でもこれが本当8月末ぐらいのやつだから、あ、じゃあもう半年音沙汰ないんだ。そう、もうこれね、ほんと5月だよ、最後だよみたいな感じだよね、なんか気持ち的には5月が最後だって言ってみたいなあ、これ以上伸ばさんでって意味で。そうそうそう確かにね、だって年始デビューかって言われてさ、ワクワクしてたのに5月って聞かされてちょっとショックだったもんね。そうなんよ。まあでも5月にもしデビューだとしたら、4月ぐらいに、まあ、ティーザーなりコンセプトフォトなりデビューするみたいな、何かしら、まあ、4月か3月末か分からんけどね、なんかあるといいなって思うんだけど、うん、早くだね。いや本当に、なんかこうやってさ、そのビジュアルをさ、まあ、ちょっとずつだけど見てって、やっぱさ、可愛いをどんどん更新していくじゃん、うんうんうん、なんか前から一番最初から可愛かったけど、なんか常に今のさくらが一番可愛いみたいな感じなんよ。あー、常に今のさくら可愛いし、やっぱ人って今が一番若いもんね言いたいだけ、これ言いたいだけです。それさ別に収録関係なく雑談でよく言うやつじゃん、うちらなんかお互いを鼓舞するときにさ、今が一番若いからってそうだよ、行動するときにやっぱね、うん、今が一番若いと思って全て行動しようってね。でも確かにね、それはでもこの1年ぐらいを身をもって感じてるから、いやそれは大事だよねでも本当に何の話確かにそう、だからもうさくらは常に一番さ、もう一番いいさくらをさ我々に見せてくれてるじゃん、うん、いやだからさ、今ちょっと半年、この渡韓期からさ半年音沙汰ないけど、そのレセラフィムのビジュアルバーンって出た時にさ、どんだけのビジュアルを見せてくれるか。ここ最近嬉しいのがさ、アイズワンの解散した後のみんなのさ活動、結構みんないい感じじゃん。いやそうなんよ。いやイエナとかなんか音源強い子になってらっしゃるし、うんね、すごいよね。そう、いやアイブももちろんそうだしさ、いや嬉しいよ。だからさ、そのなんかいい流れが来てるから、さくらとチェウォンがね、うん、一緒に再デビューした時にいい感じになってほしいよね。ってかもう早くそれしか言わん、もう早くそうだよね、もう満を持して感あるもんね、なんかアイズワンの元メンバーでね。であとは今回さ、こうやって振り返って、うちらがね思いつく感じのさくらをさ、この木どうかなみたいな感じであげたけど、多分みんなが好きなさくらが絶対どっかであるじゃん。私は幻想童話の時が好きだとかさ、ちょっと今回ねアイズワン期であげなかったんだけど、うんうん、確かに。あとはこの歌番組、このカムバの時のこの歌番組みたいな、うわー、あるね、そういうの。あるあるある、まあ、あとはキャバスカ、私はキャバスカって人もいるかもしれんしねちょっとそれすごいレアじゃないキャバスカはキャバスカかってなるもんね、うん、まあだからね、そういうのもねコメントでいただけると嬉しいね。うん、確かに。 あとは希望的リフレインのみたいな、
まだ言うんダブルセンターの。であとはね、何はともあれリセラフィムの、まあ、新しい情報がね早く出てほしいよね。ね、本当に。まあだからさ、次のさくらの新しい情報が楽しみだよね。そうだね。